旦那ど彼らは犬で犬起こさず放っておくべきかもしれません。来たか、ダレル様。まさか専門家とはこいつらのことか。顔なじみとは思うが、改めて紹介しよう。ザトウワン、そしてミリア・レイジ。局長をつけ忘れています、第三連王。局長だと？終戦管理局を再建した。情報戦で彼らに勝る組織はない。ああ、違法行為でだろ。特技です。政府はかつてそう呼びました。世界最大の諜報機関だぞ。リサイクルしない手はない。カイは知っているのか。今の君と同じ顔をしていたがね。チェ、勘違いするなよ。たとえ貴様がブッダに生まれ変わろうと、過去の罪を帳消しにはできん。ただこの国には死人を裁く法がない、それだけの話だ。第二連王のお言葉として肝に銘じます。いいだろう。さっき犬がうんぬんと言っていたのは何だ。では早速。さて、そろそろ旅先のガイドブックも見ないとね。我々が受けた依頼は、G4 の警備体制やホワイトハウスの構造上に穴がないかの確認です。結論から申し上げれば完璧。我々が介入する余地はありません。ただしそれは見えている部分に限ります。合衆国から提供されたホワイトハウスの見取り図ですが、ブラックボックスが見つかりました。ブラックボックス？おそらく大統領も知らない内容です。ファイルの作成者に世界中の軍産複合体が名を連ねていますから。つまりあのホワイトハウスの建造には過去のイルリアも関わっている。内容は？非線形のメイトリクス型三段承認でコーティングされています。訳せ。中身はわからない。開けられないのか。我々の本題はそこです。無理にこじ開けるものではないかと。どういう意味だ？ミリア、暗号化したいことは？知られたくないこと。暗号を使いたい人物は？悪いやつ。大体はね。だから合衆国は気づかず我々には見えた。つまりレオ様、これがびっくり箱なら驚いてすみますが、パンドラの持ち物だということもあるかと。見た者が呪いにかかるとでも？22世紀に災いを恐れるな。考古学者や墓荒らしなら別の呼び方を使う。お宝ですか。しかし依頼の本質は警備強化です。このブラックボックスが G4 の安全を脅かすかは予測できません。その上でファイルを見るべきかどうかご判断をいただきたい。許可する。え？ダメだろ。どうせヴィンテージものの情報だ。産地が問題だ。せめてファイルを提供した合衆国に確認を取れ。君がそんなに義理がたいとは。まあいい、この件は任せる。もう立つのか。 G4 は待ってくれない。君がことの解明に積極的じゃなくてもな。いちいち嫌味を言うな。